こんばんは。まぶしい。こんばんは。まぶしい。部屋着です。紫です。M ステ見ました。あれは泣いちゃうね。私のとこは停電大丈夫でした。喉が乾燥してる。乾燥？喉がダメです。それっけ元気。熱出た。うつしちゃったかもうつしたかもしれない。空気感染パチバン見てください。パチバン公開されてるので光る。顔が光る。そう、ケーズステーションも飛んじゃうね。1号館化粧リップが濃いんです。多分リップがね濃くて、濃いというか暗くて、リップをちょんちょんちょんってしただけなのでリップと一緒いる色なんですよ。だから暗いの。だから多分暗く見えるのかな。シックシック。空調ないんだ。いえ。秋っぽい。赤いって。1号館サウナ、大変だな。
明日振り替え7月16日のですか。なかなかないですよね、振り替えが。眠い。一人かくれんぼは見たことあります。焼肉、寿司、柿の種のわさび味、白雪と野長きがよく食べとるやつだ。大学の成績出ました。氷柱、大学は陸は終わりです。あと10日ぐらいですかね、夏休み。フライが怖くないですよね。黒いじゃないですか。でもなんかだんだん抜けてきてる気がして、色が。あれみたい、加入した頃の髪色ぐらいです。初期、ど初期の感じの色してる。そう、部屋着です。でもこれどんどん前に落ちてくる。眠い。毎日配信最近してなかったです。雨なんですか。降りすぎないといいですね、雨って。1時間ぐらいでいいです。雨好きです。でも降りすぎるといろいろ起きるから、降りすぎなくていいです。好きな季節は冬です。冬が好き。曇り女です。佐藤が意外と曇る。快晴とかない。コート、上着が着たいです。上着が着たい
人です。上着好き。上着ですよね。一時期めっちゃフード付きの着てる人がめっちゃ好きだった。あ、フードだってなってた。やっぱだ、バカ好きです。つるなつるな。好きなおむすびの具は赤飯。具じゃない。パーカーで腕まくりとか絶対暑いじゃん。あずき好きじゃない、かほも好きじゃない。45分になったらランキングを読みますね。足がしびれた。赤飯の意味？コンビニ買うとき ほぼほぼ赤飯だよ。もう今日はすごく部屋着です。小豆入ってる。小豆食べる。いらんなぁと思いながら食べる。小豆葉は食べれん。あんこも食べない。食べれんと食べない、食べれんと食べたくないかな。食べたくないだな。あずきは。きゅうりは食べれん。ほうれん草好き。マヨラー。おこわはね、きのことかが好き。マヨラーはちょっと。小倉トーストはでも食べれる。食べなさいって言われたら食べれる。ケンタッキー食べれる。
キノコは食べれない本当にややこしいです、砂糖の変色は、うん、困ったもんだ。ごぼうはね、あんまり。でもきんぴらのやごぼうは好き。ケータリングもそうですね。食べれない日はまあ何も食べれない。チョコレートはね。最近なんかあんまり食べなくなったって言いつつこんな感じなんですけどなんかね、昔はねこういうチョコレートを、こういうチラって、こういうチョコレートはね1日で食べきってたのにね、最近ねずっとある、1週間とかあるから困ってる、どうしようって。なんかなんだろう、一瞬欲しくなる時あって買うんですけど、一個食べるともういいやってなっちゃって溜まってくんですよね。生クリーム食べれない。でもホットケーキとなら食べれるソーセージはねあんまり好きじゃないな。コーヒーは甘かったらカスタード派。タルトダメです、トマトジュースもダメです。何が好きなの？おでんは普通です、魚肉は無理。何が好きなんだろう、辛いもの。そうだからね、あれなんですよ、あんまり人と食べれない。家族か仲いい友達じゃないとなんか楽しく食べれないなんだろう、心配しちゃうから、あーこれ食べないと空気悪くなるかなって思いながら食べちゃったりするから。お母さんはね、ないです。お母さんが作ったやつなら食べれるんじゃない？食べれるんです。給食はね、本当に苦労した。給食から免れて幸せ。ランキング見ます。バナナはママ。すごい、そうなんですよ。人とね、ご飯ってなるとね、気にしちゃう。めっちゃ気使うの。あー今からこれ食べるのかって思いながら1位モリチさんありがとうございます。2位タイラさんありがとうございます。3位ケンタさんありがとうございます。4位カホラさんありがとうございます。5位ジョニーさんありがとうございます。6位タマさんありがとうございます。7位ウジさんありがとうございます。8位コットンカラーさんありがとうございます。
9位忘れっぽいもちさん、ありがとうございます。10位さくねやのひろさん、ありがとうございます。11位マー君、ありがとうございます。12位ヒロキング、ありがとうございます。8位しげぽんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。あれ8位、うん、ありがとうございます。8位、なんかいました。私13位シーポンさん、ああ気づかなかった、ありがとうございました。明日は起きてください一部から H 部から B7 部です。バイバイ。